私の実力を思い知ったかにゃ。方向から同時に攻撃をするだけで簡単に倒せると思うのにニャン。せめてあと一人いれば。ニャン、そこにいるのは冒険者さんかニャ。ニャンニャンニャン、グッドタイミングニャ。ちょっと手伝ってほしいのニャ。ニャンニャン、それじゃあいっせーのニャーで逆側から攻撃してほしいのにゃ。いっせーのにゃ。バッチリにゃ。もう一匹も。いっせーのにゃにゃ。にゃにゃ、大勝利にゃ。君の手伝いのおかげ。何かお礼をしたいところだけど、あいにくと今は大したものを持ってないのにゃ。でもこのお礼はいつか必ずするにゃ。期待しててほしいにゃ。それじゃあ私はこれで失礼するにゃ。本当にありがとにゃ。誰かが崖に落ちたような気がしたにゃ。あ、あそこにいるのはさっき助けてくれた人じゃないかにゃ。大変にゃ。今すぐ助けに行くのにゃ。にゃんくるりん。驚いたかにゃ。私は猫のビーストで身のこなしが軽いから、飛び降りたり忍び込んだりそういうのは得意なのにゃ。って、そんな話は後にゃ。傷だらけになってるにゃ。怪我大丈夫かにゃ。もしよかったらさっき助けてくれたお礼として、あたしが特別に390ルピで回復薬を売ってあげるにゃ。何猫に顔引っかかれたみたいな顔してるにゃ。これでも元は倍以上する薬を特別に値引きしてあげてるのにゃ。しょうがないにゃ。そうは言ってもさっきは助かったしにゃ。決めたにゃ。今日はお試しってことであげるにゃ。ありがとうって、これは私のお礼だから君がお礼を言う必要はないにゃ。そういえばお礼をするって言っておきながら、さっきは名前を聞くのを忘れてたのにゃ。君はそういうのにゃ。あたしはたまきにゃ。たい焼き屋でバイトしてたり、何かとあちこちを駆け回ってるから、きっとまた会うこともあると思うにゃ。これからもごひいきよろしくにゃ。じゃああたしはこれでって、にゃ、まだほっぺたに傷が残ってるにゃ。でも回復薬はもう持ってにゃいし、こうなったらペロッ。何って、まだ傷があったから舐めて消毒しただけにゃ。にゃはは、ずいぶんと驚いてるみたいにゃ。これはサービスってことで、まったにゃー。あ、先日はどうもありがとうにゃ。何をしてるかって、それは当然猫に餌をあげてるのにゃ。この辺りの猫は全部私が世話をしてるにゃ。驚いたかにゃ。
まあこんなに大勢の猫の面倒を見ているとさすがに餌代もバカにならないけどにゃ。君は私のことをケチだと思ってるかもしれんにゃいけど、この子たちの餌代を稼ぐ必要もあるし、ただのケチンボじゃないのにゃ。猫が可愛くて大好きだからにゃ。それに猫は飼いならせば何かと役に立つのにゃ。何の役に立つのかって、それは秘密にゃ。にゃ、お前どうかしたかにゃ。にゃ、私に撫でてほしいのかにゃ。だったらそのリクエストにお答えしてあげるにゃ。ほれほれ、お腹がいいのかにゃ、喉がいいのかにゃ。お前が満足するまでたっぷりと撫でてあげるにゃ。ぐるぐるぐる。なんだかこの子猫、君に似てるのにゃ。名前まだ決めてなかったけど、君と同じにしちゃおうかにゃ。もう決定したのにゃ。君がいくら文句を言おうと、この子猫の名前は君と同じなのにゃ。にゃはは、この子も名前気に入ったみたいにゃ。ち、にゃはは、君、そんなに舐めちゃダメにゃ。もう、いやらしい子だにゃ。にゃ、別に君のことじゃないんだから、そんな微妙な顔しないでほしいのにゃ。ほら、君も私と一緒に猫と遊ぶのにゃ。あ、可愛がってた猫が一匹いなくなっちゃったにゃ。君と同じ名前をつけたあの子猫にゃ。まだ子猫だからきっと食べるものがなくて困ってるにゃ。どこに行っちゃったのにゃ。手伝ってくれるのかにゃ。本当にゃ、ありがとうにゃ。それじゃあ早速探しに行くにゃ。どこにいるにゃ。いるなら返事をしてほしいにゃ。ダメにゃ、やっぱり見つからないにゃ。こんな時間まで見つからないってことは、もしかして諦めるのって。また慰められちゃったのにゃ。そうにゃ、まだいなくなってからたったの1日にゃ。絶対に見つけてみせるのにゃ。私の声が聞こえたなら返事をしてほしいにゃ。この鳴き声はどこから聞こえるにゃ。見つけた、この家の屋根の上にゃ。きっと高いところに登りすぎて降りられなくなったのにゃ。待ってるにゃ、私が今助けてあげるのにゃ。うん、いい子いい子にゃ。もう迷子になっちゃダメにゃ。こんなに震えて、私がついてるからもう安心するにゃ。今日は子猫を探してくれてありがとにゃ。やっぱり君も猫みたいに可愛いところあるにゃ。お礼に今度また割引で何か売ってあげるにゃ。結局割引なのかって。私の無償の愛なんてよっぽどのことがないと得られないのにゃ。だって私は気まぐれな猫ちゃんだもんにゃ。ま、気まぐれだからそのうちいいこともあるかもしれないけどにゃ。それじゃあ私はこの子をお家に連れて帰ってあげるにゃ。またにゃ、バイバイ。よく来てくれたにゃ。今日はちょっと君に話したいことがあるのにゃ。
君は最近この辺に現れる謎の義賊ファントムキャッツっていうのを知っているかにゃ。知らないのかにゃ。弱きを助け強きをくじく美少女義賊、その名もファントムキャッツ。一体正体は何者なのにゃ。奇跡のように可愛くてスタイル抜群で性格最高の美少女。そこまで期待を持たれても、そのとにかくファントムキャッツは可愛い美少女義賊だと聞いたにゃ。ところで義賊といえば、君は義賊ってどう思うかにゃ。悪いやつからだけお金を盗む正義の泥棒、そんな義賊がにゃ。例えば目の前にいたとしたら、軽々しく正体は明かせないにゃ。いくら君でも。まあそれはそれとしてにゃ。実は今日は君に相談があって呼び出させてもらったにゃ。ここの屋敷は巷で暴利を貪る高利貸し悪童医の家だと言われているにゃ。善人から不当に奪った財産で私腹を肥やす、きっと貴族の天柱が下っても仕方ないやつにゃ。で、それとは関係ない話なんだけどにゃ。今日これからここの逃走経路じゃなかった通路に人が通らないようにさりげなく見張っていてほしいにゃ。え、なんでかってにゃ。それは、ちょっと人に見られると恥ずかしい魔法の練習をするのにゃ。今晩はギルドのみんなも手が離せなくて、お願いにゃ。頼まれてくれないかにゃ。本当かにゃ。引き受けてくれるにゃ。さすが君にゃ。それでこそ私が見込んだだけあるにゃ。とりあえず私が戻ってくるまでここで見張っててほしいにゃ。用事はないにゃ。早く離れるにゃ。いつまでぼーっとしてるにゃ。早く逃げないと見つかるにゃ。夜も遅くなってるし、早く帰らないと危ないにゃよ。にゃ。おっと、分かれ道に来たのにゃ。今日はこれで。ああ、忘れてたのにゃ。今日は付き合ってくれてありがとにゃ。これはお礼にゃ。あたしのバイトのまかないとしてもらったたい焼きの詰め合わせにゃ。すっごくおいしいにゃ。きっと君も気に入ってくれると思うのにゃ。それじゃあまたにゃ。今日は本当にありがとにゃ。ほーれ、今日も餌を持ってきたにゃ。みんな、たっぷりと食べるのにゃ。あ、もう餌がなくなってるのにゃ。ここは新しい缶詰を開けて…にゃ、なんにゃ、缶詰から光が…にゃー。たい焼きは
ちょうどいいところに来たにゃ。ほら、ちょっと寄っていくにゃ。実はにゃ、君に頼みたいことがあるのにゃ。私が新開発した試作品のたい焼きを食べて実験台になってほしいにゃ。1個100円のところ特別に1個70円でいいのにゃ。だから頼むにゃ。う、確かに君の気持ちもわかるにゃ。でも死ぬことはないと思うにゃ。だからおとなしく実験に付き合って。あ、かわいい兄弟さん、いらっしゃいにゃ。たい焼き1個100円だにゃ。その、僕たちお小遣いが少なくて、これでたい焼き半分だけ売ってくれませんか。これは50円。50円だけかにゃ。それじゃあ、でもにゃ。うん、思いついたにゃ。君たちがたい焼き作りをお手伝いしてくれたら、バイト代代わりにたい焼きをプレゼントするにゃ。お姉ちゃん、本当？もちろんにゃ、嘘はつかないにゃ。それと、交渉成立にゃ。それじゃ早速たい焼き作り開始にゃ。ここのコツはもっとこうしっかりと焼いて、この部分で一気にやるのにゃ。こう？そうにゃ、うまいにゃ、たい焼きの天才にゃ。お姉ちゃん、ありがとう。さあ、これで完成にゃ。二人とも、やることは分かってるかにゃ。うん、もちろん。よしよし、それじゃあ行くにゃ。お兄ちゃん、私たちが作ったたい焼き、買ってください。この中に私の試作品と子供たちが一生懸命作ったたい焼きが混じってるにゃ。これを特別セール価格で販売するにゃ。子供たちが作ったたい焼きだったら目の前で食べないわけにはいかないにゃ。ふんふんふん、おとなしく私の実験台になるにゃ。ちゃんと全部食べてくれたにゃ。計画通りにゃ。さあ、このたい焼きは今日のバイト代にゃ。二人で好きなだけ食べるにゃ。うわー、たい焼きがいっぱいだ。ありがとう、お姉ちゃん。食べ過ぎてお腹を壊さないようににゃ。いい子たちだったにゃ。バイトをさせた甲斐があるのにゃ。それで調子の方はどうにゃ。30倍激辛たい焼きとかしびれたい焼きとか意欲的な実験作もいっぱいあったんだけどにゃ。実験は失敗に終わったようにゃ。まあ新商品開発には犠牲がつきものにゃ。でも今日は付き合ってくれてありがとにゃ。はい、お疲れ様。あんたが今見てたのは夢みたいなものよ。目覚めたらすぐに忘れちゃうと思うし、今はあんまり気にしなくてもいいわ。というかあのたい焼き10個以上はあったと思うんだけど、あんたよく食べきれたわね。子供たちのためとはいえよく頑張ったわ。褒めてあげる。玉木もよくすぐにあんな作戦を思いついたわね。商売というか話の持っていき方がうまいわよね。あんたもいつの間にか
大変なことを引き受けさせられていないように気をつけるのよ。じゃあ今日はここまで。もっと記憶のかけらを集めたらまた夢を見せてあげるから。それじゃあまたね。なんだか変な夢を見てたにゃ。君と猫に餌をあげてて、変な光に包まれて、何だったのかにゃ。でもなるほど、新商品のたい焼きを食べさせるにはそういう手段もあるのにゃ。いいことを知ったにゃ。え、子供たちを利用するのはやめてくれ。なんで私が見てた夢の内容を知っているにゃ。なるほど、君も同じ夢を見てたと。でも関係ないにゃ。君には今度いっぱいたい焼きを食べてもらうのにゃ。ふんふんふん、楽しみにしてるのにゃ。奇遇だにゃ。よく聞いてくれたにゃ。君には前に美少女義賊ファントムキャッツについて話したけど覚えてるにゃ。うむうむ、ちゃんと覚えているとは感心にゃ。実はにゃ、このランドソルにはファントムキャッツへの目安箱のようなものが設置されているのにゃ。噂によると今日その目安箱に依頼があったらしいのにゃ。悪と戦うファントムキャッツ様、どうか懲らしめていただきたい悪人がいます。ファントムキャッツ様の正義の鉄槌を下してくださいとのことにゃ。だから今宵も悪人を懲らしめるじゃなくて、ファントムキャッツが悪人を懲らしめてくれるのにゃ。連日のファントムキャッツの活躍、胸が踊って仕方がないにゃ。つい先日も君が見張りを引き受けてくれた日のことにゃ。あの日もファントムキャッツは悪を懲らしめたにゃ。氷菓子の悪道一生会、手ごわい相手だったにゃ。だったと聞いたにゃ。ん、確かにファントムキャッツは連日活動しているにゃ。それが調子に乗ると足元を救われるっていうのかにゃ。もっと慎重に行動した方がいいにゃ。心配しなくとも、ファントムキャッツはそう簡単には負けないにゃ。目安箱の話だってそうにゃ。みんながファントムキャッツに期待しているのにゃ。みんなに期待されたら動くのが貴族にゃ。みんなのために頑張る。ファントムキャッツは何も間違ったことはしてないのにゃ。正しいことなら毎日でもするべきなのにゃ。君もたまには弱きを助け強きをくじくにゃ。貴族みたいな違法行為が嫌なら、そこの掲示板に正式な用心棒の依頼なりがたくさん貼ってあるにゃ。さてと、私はこれから少し忙しいからこれで失礼するにゃ。じゃあまたにゃ。あなたが私の出した用心棒の依頼を引き受けてくれた方ですね。あの、私たちなんかの出した依頼を引き受けていただいてどうもすみません。大したお礼もお出しできないのに。今晩お前の家に盗みに入るぞっていう泥棒の犯行予告が何者からかありまして、今回用心棒を依頼した次第です。でもどうして私たちの家に犯行予告なんて。そうなんです、私たち一家は恨まれるようなことをした覚えもないし、大してお金もない貧乏な家なのに。いえ、ここで理由を考えても仕方がありませんよね。あの、今夜はよろしくお願いいたします。
告通り、この家の者たちに天地を与えに来たにゃ。金目のものはいただいていくにゃ。用心棒？にゃー、捕まってたまるかにゃ。ふにゃにゃ、ちょ、変なとこ触るにゃ。エッチ。力が このままじゃ捕まるにゃ。だけど私はこんなことじゃ諦めないにゃ。まさかこの私が捕まることになるなんて。まるで私の動き方をよく知っているかのような用心棒だったにゃ。私の仮面が…って…どうしてにゃ？どうして君が…なんじゃ、この騒ぎは！あの姿って、今有名な義賊のファントムキャッツ？え？じゃあ、ファントムキャッツがあの家に盗みに入ったの？信じられない。あそこの家の人たちはとってもいい人なのに。にゃ、それはおかしいにゃ。ここの家は悪どいやり方で金を儲けてるうちじゃないにゃ。ここから盗んでくれって依頼があったのにゃ。依頼では確かに、これは何かの間違いにゃ。君にもバレてしまったのにゃ。そうにゃ、ファントムキャッツの正体は私だったにゃ。君には知られたくなかったにゃ。でも信じてほしいにゃ。私、いい人を狙おうだなんて決して思ってなかったにゃ。ファントムキャッツを捕まえたそうだな。ここからは私が連行しよう。ご苦労だった。え、ああ、はい、よろしくお願いします。こら、暴れるな。泥棒が無事捕まってよかったわ。そういえばあなた、さっき王宮騎士団の方が揉み合っていた時にこの白い紙を落としていったのだけど、どうしましょう。何何、悪童医紹介？なんだってこの名刺が王宮騎士団の鎧から。用心棒さん、これどういうことだと思いますか？おい、聞いたか？ファントムキャッツのこと。善良な人の家に泥棒に入って王宮騎士団に捕まったって噂が。ああ、善人からも金を盗み取るなんて、ついに正体を現したな。私、ファントムキャッツのことを信じてたのに、裏切られた気分。結局、義賊なんてのはいなかったんだよ。外から声が聞こえてくるにゃ。この声はどうしてここに？私と話しに来た。そっか、わざわざ私と話すために留置所まで来てくれたにゃって。ねえ、もう
私は君と話せないかもしれないから、今までのこと全部謝っておくにゃ。義賊のこと今までいろいろ黙っててごめんにゃ。それから結果的に君に片棒を担がせてたことも、私最近うまくいきすぎて調子に乗ってたのかもしれないにゃ。そのせいでよく調べもせずに無実の人の家に泥棒に入ってしまったにゃ。今思えばあの時君が止めてくれて本当によかったのにゃ。っていうか君の言うことを聞いて慎重に活動してればもっとよかったのにゃ。本当にごめんにゃ。もしかしたら以前のことも遡って君にも責任が追及されるかもしれないにゃ。でも安心してほしいのにゃ。なんとかして君はこの先罪に問われることのないよう努力するのにゃ。全部全部私が悪いって、裁判でもそう証言するのにゃ。だからだからこの会話の後から君は私と無関係の人間になるにゃ。今までいろいろお世話になったにゃ。思い返せば君には助けられてばっかりだったにゃ。初めて会った時も、子猫がいなくなった時も、私が義賊をしてた時もね。今まで君と過ごした時間楽しかったにゃ。ありがとうにゃ。それじゃあと3秒で君は私と無関係になるにゃ。3、2、1。にゃにゃな、何が起きたのにゃ。これは留置所の壁が、もしかして助けてくれたにゃ。この匂いは火薬？もしかして爆弾で牢を爆破したのにゃ。バカバカ、壁を壊してまで留置所から私を脱走させて、場合によっては君もお尋ね者になるかもしれないにゃ。それでもよかったのにゃ。後ろを見ろって、私が盗みに入った屋敷、悪童商会の屋敷にゃ。留置所じゃなかったのかな。ってことはあの騎士団は悪童の手下だった。だとしても悪童はなんでこんなことを。あなたたち、ちょっとお待ちなさい。お前は悪童、悪童医、どうしてこんなことをしたのにゃ。私に復讐するならここに直接誘い込めばよかったにゃ。こないだはお世話になりましたね、玉木さん。どうしてこんなことをしたかって、あなたをただ殺しても私の復讐は完成しないからです。復讐が完成にゃ。私の目的、それは近頃世間でチヤホヤされている義賊ファントムキャッツの名声を地に落とすことだったんですよ。ちょっと目安箱に手紙でも入れれば調子に乗って貧乏な家にも泥棒に入るんじゃないかと考えたんですが、狙い通りでした。どこまでもずる賢いやつだにゃ。しかしファントムキャッツ、あなたがこうしてすぐ調子に乗ることは事実です。それでもまだ貴族なんて行為を続ける気ですか。いつまた私のようなものに騙されるとも知れずにね。確かにこないだの私はうっかり間違えてしまったかもしれないにゃ。
でもこれからの私には今までと違うことがあるのにゃ。今までと違うことですか？何ですかそれは。それは私のそばにはこいつがいてくれるってことにゃ。確かに私は気まぐれだし、よく考えないで突っ走っちゃうこともあるかもしれないにゃ。私一人なら間違いもあるかもしれないけど、でもこいつがそばにいてくれるなら二人なら違うにゃ。それにもし二人とも間違ってても一緒に地獄に落ちる覚悟はできてるにゃ。クソコッパが死になさい。大丈夫にゃ。よった。にゃにゃにゃ。これでどうにゃ。話しなさい。気絶したようだにゃ。今のうちにつらかるにゃ。おそうだ、どうせならちょっと待っててほしいにゃ。しょっと、はあ、この風呂敷を見るにゃたっぷり盗んできたにゃ。悪童衣装会の悪毒貯めたお金にゃ。これをばらまけば悪童衣も痛い目を見て町のみんなも喜ぶにゃ。だからばらま…これをばらまいてもいいかにゃ。ありがとにゃ。それじゃあ行くにゃ。さあみんな、このお金を好きなだけばらまくにゃ。よしよし、それじゃあみんな行くにゃ。にゃー、町のみんにゃ、これはご迷惑かけたファントムキャッツのお詫びにゃ。これでよしと。にゃにゃにゃー、こないだ間違えて泥棒に入ってご迷惑をおかけしたお家にもしっかりばらまいてきたにゃ。ねえ君、何かと気まぐれで早とちりで間違いを起こす私だけど、これからもよろしく頼むにゃ。伝説の猫発見なるか。まだ見ぬ秘境に未確認猫ビッグキャットの目撃情報を聞いた玉木探検隊は一路ジャングルの奥地へと飛んだ。待ち受ける岩、崖、そして猫よけ瓶。果たして一行は無事に帰ってこられるのか。ん、なんなのにゃ。今のナレーションに無限に突っ込みたいみたいな顔してるにゃ。君は細かいことを気にするにゃ。こういうのは楽しんだ人が勝ちなのにゃ。凝り固まった考えはいけないにゃ。それよりビッグキャットは身長2メートル、体重500キロ、二足歩行で歩くと言われているにゃ。何があるかわからないからしっかりついてくるにゃ。みんな、何か不審なものを見つけたらすぐに教える。って、あれは目の前に大岩が転がってくるにゃ。キャー、危ないにゃー。ひしふー、危ないところだったにゃ。何のことかにゃ。私知らないにゃ。別に猫に指示して転がさせたりなんてしてないにゃ。きっとやらせなんかじゃないにゃ。さあ、早く奥に進むのにゃ。
かくして生命の危険と戦いながら玉木探検隊はジャングルの奥地へと進んだ。探検隊にナレーションはつきものにゃ。そんなことより先に進むのにゃ。にゃー、この足跡を見るにゃ。この足跡、軽く見ても1メートル以上はあるにゃ。通常の猫ではありえない足跡、これこそビッグキャットが存在する確実な証拠にゃ。あ、こら、何をしてるにゃ。今日までにちゃんと仕事を終わらせておくように言ったにゃ。それじゃあバイト代のまたたびはあげないにゃ。あ、こら、逃げるにゃ。天体切り込み隊長のゴンザレスが猫よけビームを恐れるあまり崖に半分だけ足を踏み外してしまったにゃ。にゃ、ゴンザレス、この鰹節に捕まるにゃ。真剣に上がる気がなさそうって、何を言ってるにゃ。このゴンザレスの必死な目を見るにゃ。僕もう限界、バイバイ玉木ちゃん。にゃって、ゴンザレス、諦めたらダメにゃ。あー、ゴンザレス。かくしてゴンザレスは崖の下へと消えていった。玉木探検隊は涙をこらえてさらに先へと進む。お前の犠牲は無駄にはしないにゃ。ゴンザレス、お前のためにも必ずビッグキャットは見つけてみせるにゃ。そして玉木探検隊の眼前についに待望の未確認猫生物が現れた。終了にゃ。探検隊のみんなも整列して挨拶するにゃ。にゃーん。ということでドッキリだったにゃ。びっくりしたかにゃ。にゃふふ、やっぱりびっくりはさせられなかったかにゃ。残念にゃ。にゃ、なんでこんなことをしたかって、君をここに連れてくるためにゃ。ここ、あたしたちが初めて出会った場所なのにゃ。覚えてるかにゃ。なんだかんだで、ここからいろいろ始まったんだなって思ったら、どうしても君をここに連れてきたくなったのにゃ。その、普段はあんまり素直になることはないから、いつもありがとうにゃ。にゃ、改まって言うのはやっぱり恥ずかしいにゃ。今日のところはもう戻って。うわ、あそこにビッグキャットが見えたにゃ。今から追いかけに行くにゃ。実在したのかって当然にゃ。こんな大切なことを伝えるのに嘘なんてつかないにゃ。さあ、ビッグキャットを捕まえに行くにゃ。こんなところでどうしたにゃ。もしかしてたい焼きを食べに来たにゃ。だったらたっぷりとサービスするにゃ。だからほら、何か買っていくって、これは何にゃ。たい焼きから光がにゃー。ほら、へそにゃ。たくさんあるからいっぱい食べるな。
いらっしゃいにゃ。たい焼き買っていくかにゃ。さすが君にゃ。私が悩んでいることにすぐに気づくなんて。実は、その…君は、私を見て何か気づかないにゃ。実は私、最近、その…太ってきたのにゃ。だからダイエット中なのに、こうやって餌をあげてると私もお腹が減ってくるにゃ。まかないのたい焼きも涙を飲んで猫たちにあげてるにゃ。だけどもうお腹と背中がくっつきそうで我慢の限界なのにゃ。君を見込んで頼みがあるのにゃ。どうかダイエットを手伝ってほしいのにゃ。私一人の意思じゃなかなか。本当かにゃ。ありがとにゃ。早速明日からダイエットを開始するにゃ。せる気にゃ。有酸素運動にはなるけどにゃ。ようやくゴールが見えてきたのにゃ。あそこまで行ければ休める。ラストスパート頑張るにゃ。汗で服が張り付いた私の体を見てちょっとドキドキしてたんじゃないかにゃ。君の視線には私は敏感なのにゃ。男の子はしょうがないにゃ。じゃあもしかして君はこの服の中も見たいにゃ。私君になら見せてあげてもいいかにゃ。にゃーんちゃって冗談にゃん。期待したくにゃ。でも君に見ててもらったらサボり防止になっていいにゃ。これからもよろしくにゃ。はい、お疲れ様。あんた珍しく女の子の体を見てドギマギしてたわね。それにしても、玉木って積極的なのかからかってるのかよくわからない子ね。それも含めて気まぐれってことか。ああいう子と付き合ったらやっぱり大変なのかしらね。まあ退屈はしないかもだけど、まあいっか。実際に悩むのはあんただし。それじゃあね。寝てたみたいにゃ。不思議な夢だったにゃ。でも夢の中でも私はたい焼きをしてたのにゃ。え？君の夢でも私がたい焼き屋をしてた？なるほど、私と同じ夢を見てたみたいだにゃ。不思議なこともあるもんだにゃ。夢の内容を思い出してたら楽しくなってきたのにゃ。なんて言ったって君は夢の中でも私の魅力にイチコロだったにゃ。にゃ。夢の中の続きということで、
この中を見せてあげようかにゃ。冗談にゃ。それじゃあお仕事再開にゃ。たまきちゃん、いつもの小豆を一つくれ。こっちは白あんで頼むよ。毎度ありにゃ。小豆一つに白あん一つ。君、こっちのあんこが切れそうだから準備しといてにゃ。おお、仕事が早いにゃ。君がバイトに入ってくれて本当に助かってるにゃ。へえ。どうかしたかな。いやいや、なんだか夫婦でたい焼き屋をやってるみたいに二人の息がぴったりだったから見てて感動しちゃってね。そうかにゃ。なんだか照れるにゃ。ねえねえ君、なんだったら本当に結婚しちゃうかにゃ。ちょっと待つにゃ。いくらなんでもその本気なのかにゃ。最近物価が上がって大変だからこういう楽しげな話が聞けて嬉しいよ。物価が上がってるのにゃ。ああ、食いもんに服、日用品まで値上がりしてやがる。そういえば最近、猫の餌も高いし、店長もたい焼きの値段を上げるかもってぼやいてたにゃ。ここだけの話だけど、物価が上がってるってのは、商人どもが値段を示し合わせて価格を操作してるかららしいぞ。まあ単なる噂さ。でもそれが本当なら今頃あいつらは笑いが止まらないだろうさ。ちくしょう。苦労するのはあいつだって俺たちみたいな貧乏人ってことかよ。さてそろそろ仕事に戻るか。俺も行くかな。またな、たまきちゃん。毎度あり。また来てにゃ。さっきのお客さんたちの話なんだけど、もしかしたらまた悪童衣装会みたいなのが現れたのかもしれないにゃ。その通りにゃ。みんなをいじめる悪い紹介なんてファントムキャッツが懲らしめてやるにゃ。まずは噂が本当かどうかを調査することから始めるにゃ。悪童衣の時みたいに偽情報で失敗するのはもうたくさんにゃ。紹介の情報に強そうな秋野にも協力してもらって。ん？どうかしたのかにゃ。早すぎるにゃ。まだ30秒も経ってないにゃ。もしかして私の義賊ファントムキャッツに協力するつもりなのかな。そんなのダメに決まってるにゃ。きつく言ってごめんにゃ。でも君は一般人なんだからもう首を突っ込むのはやめた方がいいにゃ。こういうことは私に任せるのにゃ。ファントムキャッツである私に不可能はないにゃ。私の力にって本当かにゃ。だったらはっ。私は何を考えているにゃ。これ以上こいつを危険な目に遭わせたくないにゃ。
ここは断らないと。なんかすっごい寂しそうな目で見てるにゃ。そんな捨て猫みたいな目で見ないでほしいにゃ。でもここは心を鬼にしてきっぱりと断るべきにゃ。よし、ビシッと言ってやるにゃ。君、まあ考えなくもないにゃ。うにゃー、あたしは何を言ってるのにゃ。今からでも何でもいいから理由をつけて断らにゃいと。そうにゃ。でも貴族というのはとっても大変なのにゃ。だからテストさせてもらうにゃ。名付けてファントムキャッツの相棒テストにゃ。言っておくけどこのテストは厳しいにゃよ。一緒に行動するからにはそれは相棒にゃ。互いを支え合うぐらいの能力がなければならないのにゃ。だからいくら君に不思議な力があってもこんなヒョロヒョロの腕じゃテストを受けることすら。あれ君ってこんなに鍛えてたのかにゃ。あ、改めて見ると結構がっちりしてるにゃ。年下だし弟みたいっていろいろとからかってたけど、なんだか随分と頼れる感じになったにゃ。なんか見てるだけでも照れてきたにゃ。早くテストを終わらせて失格にするにゃ。ではまず身体能力テスト。なんで私を持ち上げてるにゃ。しかもこれ お姫様抱っこってやつにゃ。いやそんな風に答えられてもこっちはどうしてこうなってるか全くわけがわからないのにゃ。もしかして互いを支えるってのを勘違いしてるのかにゃ。互いを支えるってのは物理的に支えるって意味じゃないにゃ。とにかく恥ずかしいから下ろすにゃ。記憶喪失だからって女の子にこんなことばっかしてたらそのうち捕まるにゃ。え、次のテストは何かって鍛えてるのは分かったからもう身体能力テストはやめて最後のテストを始めるにゃ。貴族のテストってのはこんなもんなのにゃ。もしテストのたびにさっきみたいなことが起きたらこっちの身が持たないにゃ。ここは早く諦めさせるにゃ。言っておくけど次の試験は最大の難関にゃ。さあみんなこっちに来るにゃ。ふっファントムキャッツの相棒ならば猫に好かれて叱るべきなのにゃ。さあ、この猫たちに懐かれてみるにゃ。ふん、この子たちは私以外に懐かない。これで失格確定にゃ。悪く思わないでほしいにゃ。これも君のためなのにゃ。さーて、猫たちに懐かれることはできたかにゃ。ダメだったら諦めても。なんかめちゃくちゃ懐いてるにゃ。なんでにゃ。この子たちは私以外に懐かないはずにゃ。にゃんと私は食べ物に負けたのかにゃ。でも餌をあげてくれてありがとうとしか言えないにゃ。
その失格というのにあったまき。もうこうなったら理由なんて後でどうとでもするにゃ。とにかく失格といえば終わるはずなのにゃ。あんな子供みたいに目を輝かせていようが関係ないのにゃ。これもこいつのためなのにゃ。さあ思いっきり失格って言ってやるにゃ。サポートだけならついてきてもいいにゃ。どこかの店かと思ったら、こんな街中で商談をするにゃんて。まあ、潜入する必要がなくて楽ができたにゃ。それにしても、値段を釣り上げた商人を突き止めるのがえらく簡単だったにゃ。まさか、聞き込みレベルの調査で情報がつかめるとは思わなかったにゃ。もしかして罠かにゃ。これは注意した方がいいかもしれないにゃ。まあもうここの路地が狭いんだから静かにしてるにゃ。こんな街中だと隠れられる場所が限られるにゃ。ベンチの下とかいろいろ考えたけどここしかなかったのにゃ。とにかく今回はその私も気にしにゃいようにするから、見つからないようにもっとこっちに来るにゃ。ってどこに顔突っ込んでるにゃ。そこはさすがに。おお、時間通りですね。このような場所での商談になり申し訳ありません。本来はどこかの店で食事でもしながらと思っていたのですが。お互い懐事情は理解しておるのだから気にせんでええよ。では商談を始めるとするかな。商人たちが来たにゃ。ああもうそのままでいいから君は静かにしてるにゃ。こちらが今回の取引の証文になります。よろしければサインを。たったこれだけでこの値段、またいつもの2倍で売らねばやっていけぬか。これもまた悪質商会連合のやつらが。はい、あらゆる品の流通を牛耳り、法外な値段をつけるだけでなく流通量も制限する。あいつらのせいでまともな商売ができません。悪質商会連合、こいつらが悪党かと思ったけど、もしかして悪質商会連合っていうのが黒幕なのかな。悪同意に名前が似ておるな。まさか悪同意が偽名を使ってこのようなことをしているのでは。いえ、悪同意は未だにファントムキャッツにより衰退したままだそうです。関係はあるかもしれませんが、おそらく別の組織でしょう。ファントムキャッツ、悪同意を追い出し商売の自由を取り戻してくれた英雄か。あ、ファントムキャッツが褒められてるにゃ。もっと褒めるといいにゃ。本当に余計なことをしてくれたものです。あ、悪同意は最悪でしたが、最悪ゆえに他の悪党の紹介を押さえつけていましたからね。悪質紹介連合はそういった悪党の紹介の連合らしいからの。それはつまり
ファントムキャッツがいなければ悪質商会連合は台頭しなかったということ。まったく、とんだ英雄様だわい。ファントムキャッツが悪党。さて、次の商談ですが。君、もういいから引き上げるにゃ。なことになってると思わなかったにゃ。今回もいつものように悪いやつを懲らしめれば終わるって思ってたけど、まさかその悪を生み出していたのが私、ファントムキャッツとは思わなかったにゃ。苦しむ人たちの力になれればと思ってファントムキャッツをしてたけど、それじゃあ、あの人たちの言う通り、どっちが悪かわからないにゃ。そんなことないにゃ。義族といっても、結局は盗みを働く悪党だからにゃ。それに、間違えて盗みに入って迷惑かけたり、君に至っては、私を助けに来たせいで捕まるとこだったにゃ。その上、今回みたいに悪を作ってるなんて。こうやって改めて考えると、やっぱり私はどうしようもないにゃ。巻き込んだのは事実にゃ。ファントムキャッツと私と関わらなければ君はあんな目に遭わなかったのにゃ。ファントムキャッツなんてやめちゃうかにゃ。うん、それが一番いいにゃ。ファントムキャッツが誰かの迷惑になるならやめた方がいいにゃ。ギルドもやめて。あ、そうにゃ。足を洗ったら秋野に売り込んで自分のたい焼き屋を持つのにゃ。君も一緒にどうかにゃ。君と私は息ぴったりだし、ランドソル中に支店を持つことだって夢じゃないにゃ。黙っちゃってどうかしたのかな。心配しないで、も私と君なら大丈夫にゃ。あ、なんだったらこの前お客さんに言われたみたいに、本当に結婚して夫婦でたい焼き屋でもやるかにゃ。きっと楽しいお店になるはずにゃ。無理なんてしてないにゃ。私は義族なんかよりそっちの方が合ってるのにゃ。それに私に義族なんて、誰かを助けるなんて無理だったのにゃ。秋野みたいに商売の才能があるわけでもない、美冬みたいに何でもできるわけでもない、ゆかりみたいに気が利くわけでもない。だから私は、落ち着いたからもう胸を貸してくれなくてもいいにゃ。いつでもって、そういうのは誤解を招くから、あんまり頻繁に。今はツッコミを入れる気力もないにゃ。なんだか君には私の弱い姿を見られてばっかりにゃ。だからこそそろそろ強い姿を見せるにゃ。そう、ファントムキャッツの姿を。弱音も愚痴も誰かさんの胸に置いてきたから吹っ切れたにゃ。私にどこまでできるかわからないけど、こうなったらとことんまでやってやるのにゃ。だってファントムキャッツは永遠にゃんだから。これ以上巻き込むわけにいかないにゃ。と言いたいところだけど、
せ言っても聞かないだろうからにゃ。でもこれだけは聞かせてにゃ。ここから先はいわゆる裏の世界。失敗すれば投獄、悪党に恨まれて命を狙われることだってあるかもしれないにゃ。それでも私に力を貸してくれるにゃ。ありがとうにゃ。君と出会えて本当に良かったにゃ。さーて覚悟するにゃ悪党ども。ファントムキャッツがお前らを懲らしめてやるにゃ。お客さんがあんまり来ないにゃ。あそこにいつもの常連さんがいるにゃ。おーい、たい焼きいかがかにゃ。すまねえ、玉木ちゃん、今ちょっと節約中でな。それは残念にゃ。また来てにゃ。わかってるにゃ。でもそう簡単には行かないのにゃ。悪質商会連合に所属している商会の調査は済んだにゃ。でも数が多すぎるのにゃ。一つ一つ商会を懲らしめて警戒を強められたら潜り込めなくなるにゃ。わあ、もうどうしたらいいのにゃ。なんか光が見えるにゃ。頭を使いすぎていよいよ幻覚が…って…君!なんか体が光って…にゃー!生地のツヤ、甘い香り、綺麗な形、まさにお宝にゃ。こんなたい焼きを作るなんて、さすがは超有名店。うちの店じゃ歯が立ちそうにないにゃ。でも大きなミスをしてしまったようだにゃ。何の警戒もせずこの私にたい焼きを売るにゃんて、後で驚くがいいにゃ。町中のたい焼き屋の味を盗む、味の秘密まで美味しくいただくにゃ作戦で自分の味が盗まれてるということに。こんな完璧な作戦を考えつくなんて自分が恐ろしいにゃ。世が世なら怪盗とか義賊として世界にその名を轟かせていたかもしれないにゃ。は?本当かにゃ。実はちょっと貧しい人のために戦う義賊に憧れてたのにゃ。さてでは早速手に入れたお宝を山分けしようかにゃ。はい君、あたしが食べさせてあげるからあーんするにゃ。あ、その顔はもしかして照れてるのかにゃ。まあこんなに綺麗なお姉さんに食べさせてもらえるんだから仕方ないかもにゃ。ほうほう、なぜそこで疑問に思ったか詳しく聞かせてもらおうじゃないかにゃ。ちなみに体が小さいとか年相応に見えないとかそういう言葉一つにつき一回引っかくから、言葉は慎重に選ぶことをおすすめしとくにゃ。さて私も一口。はこれ、すっごく美味しいにゃ。特にあんこが絶妙にゃ。ここのたい焼きはあんこを重視してるようにゃ。絶品のあんこを邪魔しないように生地を調整している。まさに職人の技にゃ。
この技術はうちのたい焼きにも。ん？どうかしたのかな？あ、もしかして私が熱心に研究するなんてらしくないかにゃ？自分でもそう思ってるから気にしなくていいにゃ。こんなことしてもバイト代が上がるわけじゃないし、バイトがここまでする必要ないってのも十分に分かってるにゃ。ただ私が焼いたたい焼きを食べてお客さんが笑ってくれるのが、誰かの笑顔のために何かできるって思ったら頑張ろうって思っちゃったのにゃ。にゃにゃふふ、柄にもないこと言っちゃったにゃ。ほら早く食べて次の店に行くのにゃ。今日はとことんたい焼きを味わうのにゃ。ん？なんか言いたそうだけどどうかしたかにゃ。ここぞってタイミングでそういうこと言うのは反則だからやめるにゃ。まあでもそのありがとにゃ。あのにゃ、この後も他のたい焼き屋を回るんだけど、たい焼きを食べると喉が渇くにゃ。だからそのお茶ぐらいは出すから、うちでたい焼きを食べないかにゃ？ねえ、君、ちょっとそこに正座するにゃ。いいから、さっさとやれにゃ。人間素直が一番にゃ。じゃあ早速。この鈍感バカ、乙女の引っかきを食らうにゃ。はい、そこ正座。素直なのはいいことよ。まあそれはそれとして、あんたね、さすがにあれはどうかと思うわよ。玉木が一生懸命誘っていたのに、喉渇いたならお茶を買ってこようかって。まあ意識してなかったみたいだけど、玉木の頑張りを応援したのは良かったと思うわ。あんたもやるようになったじゃない。ほらもういいから玉木のところに戻ってあげなさい。確か私は、妹は、はあ、気を失ってから全然立ってないみたいにゃ。それにしても客足が悪くて助かったにゃ。もしたい焼きを焼いてたら焦げ焦げのガリガリにゃ。そんなものをお客さんに出したら、そのことを知ってるにゃ。もしかしてさっきの夢を君も見てたのかにゃ。今すぐ忘れるにゃ。研究のためとはいえ、町中のたい焼きを食べようとしたり、柄にもないこと言ってる私よ。町中のたい焼きを食べる、これにゃ。一つ一つ懲らしめていって相手が警戒するなら、一度に全員を懲らしめてやればいいのにゃ。名付けて、悪い奴らはまとめて猫パンチ作戦だにゃ。こんな作戦を思いつけたのも夢の私のおかげにゃ。夢を通してヒントをくれるなんて、いや夢の中でも私は優秀だにゃ。それにしても改めて思い出すと面白い夢だったにゃ。町中のたい焼きを研究して途中で君を、ねえ君、
みせーぞ。あー、ほら待つにゃ、ちょっと引っかかせろにゃ。それじゃあ改めて悪い奴らはまとめて猫パンチ作戦を確認するにゃ。作戦内容は至って単純にゃ。今夜中に悪質商会連合すべてに潜り込んで悪事で稼いだ金を町にばらまく。これだけにゃ。にゃーに、確かに数は多いかもしれないけど、やってることはいつもと同じにゃ。私と君がいれば、にゃ探検を落としちゃったにゃ。まったく、もっと気を引き締めないといけないにゃ。ここで強がっても意味ないかにゃ。情けないことに怖くて手が震えちゃってるのにゃ。今回の相手は今までとは格が違う。ランドソルの紹介の大半を傘下としている悪質紹介連合にゃ。義賊が、私なんかがそんな奴らをどうにかできるのかなって思ったら、手の震えが止まらなくて。にゃにゃ、なんでいきなり手を握ってくるのにゃ。うん、私と君なら絶対楽勝にゃ。そろそろ時間にゃ。君は私に強化能力をかけつつついてくるのにゃ。言っておくけど、お宝をいただいて帰ってくるまでが貴族。二人で行ったなら二人とも戻る。ちゃんと戻ってきてただいまって言うのにゃ。だったらいいにゃ。さて、貴族ファントムキャッツの華麗なる猫ババ劇の始まりにゃ。見えたにゃ。あれが最初の紹介にゃ。安心するにゃ。事前調査でこの時間は警備員も従業員もいないのは分かってるにゃ。扉は私が開けるから一気にお宝まで行くのにゃ。手に入れた間取り図から考えて、多分ここが あったにゃ。いやー、これはとんでもないお宝にゃ。今までいろんなお宝を見てきたけど、こんなにすごいのは初めてなのにゃ。これだけあれば、高級あんこのたい焼き食べ放題なだけじゃにゃくて、猫たちの餌を毎日マグロにすることすら。ごめんにゃ。あまりの光景に我を失っていたのにゃ。私は貴族ファントムキャッツ。私利私欲の盗みは絶対にしないのにゃ。しないけど、このお宝の山に飛び込んでお金持ちの気分を楽しむぐらいなら。はい、すぐに袋に詰めて次の紹介に向かいますにゃ。最後の紹介もうまくいったのにゃ。これで悪質紹介連合のやつらはすっからかん。あとは最後の仕上げにゃ。町のみんにゃ、元気かにゃ。この不景気をぶっ飛ばすプレゼントを持ってきたにゃ。何この声。
ントムキャッツだ、ファントムキャッツが出たぞ。みんな、世の中には辛いことが多いにゃ。何をやってもうまくいかなかったり、そんな時に限って悪いことばっかり起きたりするにゃ。それは私も同じにゃ。良かれと思ってやってたら、むしろそれがみんなの迷惑になったり、身近な人を危険な目に遭わせてしまったにゃ。でも辛いからって諦めないでほしいのにゃ。諦めたら、何かに挑むことをやめてしまったら、本当に自分がやりたいことだってできなくなってしまうのにゃ。ファントムキャッツ。それでも辛いって思ったら、街の夜空を見上げてほしいにゃ。そこにはきっとファントムキャッツがいるはずにゃ。おー、さーて、今日は悪質紹介連合の全紹介からネコババしてきたからいっぱいあるにゃ。私からのプレゼントを受け取ってほしいにゃ。ありがとね、ファントムキャッツ。俺もやさぐれてないで頑張っていくぜ。ファントムキャッツ、ファントムキャッツ、ファントムキャッツ、ファントムキャッツ。も喜んでくれたみたいだし、よかったにゃ。これも君のおかげにゃ。本当にありがとにゃ。それよりそれより、ちょっとこれを見てほしいにゃ。あいつらの不正取引の証文にゃ。お宝と一緒にネコババしといたにゃ。これで悪いやつらはみんな捕まって、悪質紹介連合は自然に消滅していくはずにゃ。お、そこまで考えてるとは思ってなかったって顔だにゃ。ふっふっふ、私は常に成長する女なのにゃ。ワンダフォー、常に成長するその姿、実にワンダフォー。え、男がかばいやがったか。ああ、その彼だけでいいです。人質にするんで捕まえちゃってください。私は犬が大好きな平和主義者ですから、暴力は最小限でいきましょう。あ、私をかばって、君今助けるにゃ。はーい、動かない動かない。動いたら私の怖い部下が彼をどうにかしちゃいますよ。お前は一体誰にゃ。これはこれは、自己紹介が遅れてしまいましたね。私は悪質紹介連合の代表、名前もそのまま悪質です。いやいやいや、私も紹介に自分の名前なんて入れたくなかったんですよ。自分が悪いことしてるって世に教えてるようなもんですしね。でも決まり事だからって、悪童おじさんがうるさくて。悪童おじさん、ということはお前悪童の。おっと、勘違いされる前に言っておきましょうか、あなたへの復讐とか私は全く全く考えていませんよ。そんなことしてる暇があったら、少しでも少しでも稼ぎたいですから。ならばなぜ私がここに来たのか、稼ぎたくて稼ぎたくて仕方がないこの私がなぜここに来たのか。いや、これはバレバレですよね。まさかこの証文を。はい、ご名答。あなたの持っているそれ、私に返してほしいんですよ。これだけは絶対に渡せないのにゃ。取られたお金は諦めます、また稼ぎますから。
商品の価格操作もやめます。別の方法で稼ぎますから。でもでも代わりがいない私は捕まるわけにはいかないんですよ。もちろんただとは言いません。こちらが用意する対価はこちら。はい、彼の命です。卑怯にゃ。お褒めに預かり光栄です。ではではでは、改めて商談を開始しましょうか。証文を置いていくか、彼の命か、好きな方を選んでください。こいつは、こいつだけは絶対に逃がしちゃいけない悪党にゃ。でもこのままじゃあいつがどうしたら、どうしたらいいのにゃ。この声。はい、時間切れ。ではではでは、返答をいただきましょうか。悪党ども、いいことを教えてやるにゃ。ファントムキャッツは狙った獲物を逃さない。だから両方いただくにゃ。なんだこの猫の大群は。やめろ、俺は猫アレルギーなんだ。君、今のうちに逃げるにゃ。くそ、逃がすんじゃねえぞお前ら、後を追って。あれは怪しい集団を見たという通報があったから来てみれば。ファントムキャッツの周りには猫の大群が出没するという情報がある。ファントムキャッツがいるかもしれんから付近を探索しろ。ああ、おきゅうき様、とてもとてもとてもいいところに。私の名は悪質しがないしがない商人です。それよりあのファントムキャッツが現れて私から大事なものを奪ってあちらに逃げていきました。なんだと。情報感謝する。早速追いかけて。なんだこの猫は。口に何かを加えて。これは。なんで私に向かってくるんです。それよりファントムキャッツを追いかけて。この猫、おそらくファントムキャッツに従う猫だろう。そしてこの猫が加えていたのは証文。取引内容が明らかにおかしい。違法取引の証文だ。あの猫が。ではなく。いや、悪いことをする人もいるもんですね。取引した紹介の名は悪質紹介連合。そしてお前は悪質という名の商人でファントムキャッツに大事なものを奪われた。ここまで状況が一致すると偶然では済まされんぞ。話を聞かせてもらおうか、悪質商人と。だからだから自分の名前を入れるのは嫌なんだよ。今頃捕まってるだろうし、これで一件落着。あれ、いない。あいつがいないにゃ。どうして。だってちゃんと後ろをついてきてたにゃ。まさか悪質たちに捕まって。どうして私はいつもこうなのにゃ。勝手に突っ走って調子に乗って、いつも大事なところで失敗して、そしてまたあいつを。君、返事をしてにゃ。
んでいるにゃ。おかえりにゃ。